詮索トレーニングで高める論作文の力2016年1月号のテーマはいじめへの対応講師の金山先生とともに2本目の論作文を見ていきたいと思います金山先生よろしくお願いいたします,ししま,すまずはこちらの論作文全体の印象はいかがでしょうか全体をこう読ませていただきましたけどもまあ。 ズバリ申し上げてちょっと評論家風の印象がありますお祝いわゆるそれは説明させてもらいますというふうに江口解説にもそのような講義されていますはい。では具体的な添削部分について解説いただきましょうではまずはじめにこちらの部分 いじめ問題に関しては法律が整備され予防対策が進む現状においても依然としてその数は減少していないこちらの文章に修正が入っていますがこちらはどういった意図でしょうかズバリでですす。ね、法法的根拠を示した方ががいいです法律がと言ってるわけですから今もうこれはもう絶対必要な法律ですよね。したがっていじめ防止対策推進法と。 書いいいいた方がいいと思いますでは次にこの問題を解決改善していく上で鍵を握るのは学級担任の役割であり私はいじめを絶対になくすという強い姿勢を持って次の3つのことに取り組んでいくこちらの文章を修正後は2つの文章に分けています。 これはどういったことでしょうか。これはあの今小田さんがおっしゃったように、まあ、そんなに意図はないんです。一文が長すぎるっていうことです。したがって二分にして一回区切った方がいいですね。はい、はい。では次に一未然防止、二早期発見、三適切な対応と柱の部分に修正が入っていますが、こちらはどういったことでしょうか。 単なる柱立てで見出しにはなってないですよねこれ未然防止早期発見ってポーンと放り投げたような見出しではここもそうですね3つ目も適切な対応ですからもう少し読み手に見出しを読んで大体のことが想像できるような文章にした方がいいですしたがって未然防止っていう前に居心地の良い学級作りで未然防止 ではどんな学級づくりをしていくんですかって想像させられるような見出しの方がいいと思います。こちらも同じですね。早期発見っていうだけじゃなくてアンテナを高くして教師として書きなさいって言われてるわけですから従ってアンテナを高くして早期発見に努めていくっていう内容です。ここも大事ですね 昨今チーム学校といってチームで取り組んでいくっていうことですから組織を機能させてっていうこのようにちょっと言葉をもう一つ付け足した方がいいいと思います、はい、では次に未然防止のためには児童生徒が互いの良さを認め合い互いに学び合い高め合う明るく笑顔に満ちた学校づくりが求められる。 こちらの文末の部分が修正されていますこちらはどういったことでしょうかまあちょっと一言になっちゃいますよ先ほど冒頭で言った評論的でありますからに取り組むんですあ、ここはむしろ学校作るというよりこれに合わせると学級作るの方がいいかもしれませんねでもこの方の学級作るのこの中身はこれいいですよこれ。児童生徒が互いに良さを認め合い互いに学び合い高め合う 明るく笑顔に見せたこう上手ですよねですからここ最後のここをご自分で取り組むわけですからこれバシッといった方がいいと思いますよここは。では次に「私は学級経営上の工夫を通じ、うん、学級に明るさと規律が両立するように取り組んでいきたい」。こちらのの学級経営上の工夫というところに下線が入っていますが。 こちらはどういっやこれは先ほどから申し上げているようにご自身の学級のそしてこの方が経営していく話ですから、まあ、どのような工夫するかはまたそちらに置いといたとしてもやっぱり最後これだけのこと言っておきながら最後していきたいでは弱い行、まあ、くででいいいんじゃないんでしょうかねでは次のページに移りまして。 早期発見のためには教師が日頃から子どもたちの様子をよく観察し小さな変化やサインを見逃さないことが重要であるこちらに訂正が入っていまあ,あのこういうことってこれは全部書いてそして、まあ、添削するという立場だからまあ,あ、まあ、気が付くことかもしれませんけど。 まあいわゆる無駄な言葉はなくてもいいということです。む,むしろなくても意味が通じますから。でもまあ本番で書いている本人としてはなかなかそれは冷静に考えることは難しいからこうなってしまいますけどまあこんなに無駄な言葉はいらないということとこれはここと同じですからこれみんなこうそうですよねこれ。求められる、生きたい、重要である。 ご自分がやるんですから学級担任として見逃さないようにするって言った方が力強くないですか力強いですでは次にこちらすぐに管理職・生徒指導主事・学年の教員に相談し指示を仰ぐことが大切であるこちらに修正が入っていますこちらはどういったことでしょうか どのタイミングでこうするかってことは学校現場ではとても重要なんです。その方の力量もありますし、抱え込みすぎて、もうなかなか修正が不可能になってしまうこともあります。でもこの場合はですね、迅速に対応する必要があると言って、すぐに管理職、これも必要ですけども、もう一つ状況を整理した上で、管理職、生徒指導、主人、学年に相談というふうにした方が、まあ、 いじめと疑われてもやっぱり担任ですからですから状況を整理した上で相談するということが大事だと思いますそして指示を仰ぐっていいと思います全部そうですねこれ指示を仰ぐことが大切であると仰ぐんですから自分がやることですからこういう方がいいと思いますで今の話がですねここも同じなんですよね問題解決に向けて 尽力する必要があるこれいらないですよ自分がやることです自分がやることですからですから全体的に江口先生の公表でもありましたようにちょっと評論風でご自身の学級形状の問題としては対応にもう少し現実的に向き合っていくっていう姿勢が必要なんじゃないかなと思います 最後もちょっと見てください日々磨くよう努力していきたい努力する覚悟である全体的にそういうことが言えるっていうことがお分かりになったでしょうかはい、はい、先生、はい、いじめの対応というテーマで論作文を書く場合はどのように組み立てていけばよろしいのでしょうかこれはいい質問ですよねいじめの対応 言った時にその出された問題の第一出題者の意図を組んで今どの段階かを考えて答えていかないと的を外してしまいますよ。はい、予防と対策があるわけです予防の部分を聞いているのかそうすると学級づくりとか直接的でもあり間接的にもある解決する方向性を生むという土壌づくりが必要ですよね予防という点では。はい、一方で対策を求められている もういじめが今起きてますよ。担任としてどうするんですかって言ったときに、予防的な話を持ち出してももうそれはもう合いませんよね。したがって対策として打つ手を考えて出していかないといけないです。当然管理職あるいはこういう同僚もしくは主任等の先生と相談をしていくことは重要です。予防と対策っていうことを出題者はどちらを求めているのか。 ということを考えて入った方がいいと思いますこの全体の部分にしても予防であり予防であり対策というふうになっていますが、はい、問題によっては予防だけを求めているところもありますし、はい、対策だけを求めているところもあるということだと思います、はい、以上ですはい。先生、はい、教員採用試験の論作文ってとても奥が深いんですねはい深いです 今日もいろいろとありがとうございました。これで動画解説を終わります。